モンテゴは1984年から1991年までは、オースチン・ドーバーグループ、1992年から1994年までは、MG がエンジンとパッケージを変更して販売していた4度アセダンである。ラス・スウィフトが起用され、ターンやドリフト駐車などの印象付ける CM で1984年に登場した。 イギリス国内の販売のみならず、ヨーロッパ各国などでも販売されたが、ブリティッシュレーランド特有のサビの問題や作りの悪さを指摘され、評判は悪かったが、カスタムしやすいとの理由で、当時の若者には人気が高かった。現在も、イギリスでは、中古車がオークションや一部の中古車屋で安値で取引されている。日本国内では、オースチンローバージャパンが輸入していた。 デザイナーは当時ブリティッシュレーランドに勤務していたデビッド・ベーチュ、ロジャー・タッカー、ロイ・アックス、イアン・ビーチが担当し、モンテゴはフォード・シエラ、ボックスホール・キャバリエの対抗車種、モーリス・イタルに代わるセダンとして1984年に開発された。しかし翌年には、オースチン・ローバーグループの業績悪化などにより、スポーツモデルの MG、モンテゴ・ターボが販売される。 駆動方式は FF で、エンジンは直列4気筒の1.3リットル、1.6リットル、2.0リットルモデルがあり、MG 時代の2.0リットルターボモデルは0から 100km は7.2秒と、当時のセダンとしては上位な加速性能であった。1.6リットルモデルには、手動サンルーフ、ステレオカセットデッキ、 パワーウィンドウなどが標準で装備され、当時の欧州車にしては充実したパッケージであり、イギリス国内販売価格でも1万ポンド弱と、欧州市場のセダンでも安価な部類であった。 オースチンマエストローモーデスイタルローバー四百 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ g a z o ドットコムスラッシュ MEISHAKAN a スラッシュ MEISHA スラッシュ s h o u s a i とアスプ r id イコール 3508https コロンスラッシュスラッシュ gazo.com スラッシュ meisha k a n スラッシュ meisha スラッシュ s h o u s a i.asp r id イコール3503ありがとうございます。